は警戒レベルを最大に引き上げたぞ。ここは何だ？別の試験場だ。軍事用の設計図があるはずだが。やっぱりか、おしゃべり秘書官。民間の研究所に軍事用の設計図があるって情報はどこから仕入れた？持っていて当然の情報だ。いざという時のために、いざという状況で製造されたのがこの私だぞ、少佐。工作員用の機械ってことか。理解してくれたようだな。していなくともいずれ分かる。試験用ダミー人形 R9 は、生身の人体が衝突や外傷でどういった影響を受けるかを調べるために作られました。ただのマネキンではなく、データ集計ハブ接続の電子センサーを備えたポリマーデバイスです。これらのセンサーによって人命に危険が及ぶ実験中のダミーの状況をモニターできます。
え、動かない。話せない。データ保存中。ソビエトと各国の科学者は、地球の磁北と磁南の位置が頻繁に変わっていることを証明しました。
理論上私たちが生きている間、今まさにこの瞬間にも磁場の逆転は起こり得ます。それでも自然災害による影響の予想は困難です。そこで第二試験場では過去の状況を模倣したり、最後に磁場の逆転が起こった4万2000年前の地球環境を再現したりして実験を行っています。
データ保存中。湯で暮らしていると上下が分かりますが、重力がなかったら当然人体に大きな問題が立ちはだかります。ですが私たちが無重力に順応して暮らせたらどうでしょう。この工場では人体に異常な環境下でも快適に暮らせる可能性を研究しています。私たちには科学がついていますから、どんな生活様式にも順応可能です。科学は必ず私たちの役に立つのです。
可能ならあの試験場も探した方がいい。データ保存中。